最近 YouTube スタジオめちゃくちゃ昔のコメントを最新のコメントに出してこない？あれそうなのかな、思い出してくれって。最近コメントしてくれてるじゃなくて、あれって、そう、最近コメントしてくれてるやつを俺全部その読んでいいねつけてるからさ、つけ終わると最新のコメントありませんってなるんやんか、 YouTube スタジオって、終わった後になんか4ヶ月前のなんか影丸さん大好きみたいなコメントが毎回出てくるんだよな。なんでいつさんのあのゲーセンでマリカした時のやつについたコメントが、あいるんだね、僕のこと好きな人、嬉しいね。無理だ、もう無理だ、無理だって言ってるよ。なんなら無理だ、影ピが好きすぎるって書いてる。いやいいじゃん、もう無理らしい。無理なんだ。無理らしい。ありがたいね。ね、直接言えよ。リアルでさ、こうなんか、例えばコミケとかさ、イベントとかで視聴者さんと会う機会とかでさ、なんか泣かれるパターンあるからね。いやわかる。逆に気まずくなりそう、それはそれで。いやでも嬉しいよね、泣くほど会いたがってくれてるのはめちゃくちゃありがたいよ。それは嬉しいけど、僕はなんか泣き顔見れてラッキーみたいな。何その観点、ベクトル違かった。何その観点、初めて聞いたわ。特殊だな。特殊でしょ。こじれてる、こじれてる。うわ、いやでもあっくん泣き顔好きなのめちゃくちゃ解釈一致だわ。泣き顔見れてラッキーめっちゃおもろいな。僕、いや、アメ猫だな。僕ニヤニヤしてるよ、多分その泣かれている時って多分。いやね、表情がね、めちゃくちゃ想像つくのよね、一つ残らず。ニヤニヤってする。目から口から全て想像がつくわ、その顔。表情。